い主はマダムシジミ、火の国の大名夫人だ。くれぐれも失礼のないようにするんだよ。その人なら知ってるけどさ、なんか苦手なんだよな。そう言うな。夫人自らお前を指名しての依頼なんだ。何でも以前夫人の迷子ペットを見つけたそうじゃない。お前を信頼しているそうだ。とにかくしっかりやりな。じゃあ行ってくるってばよ。とはいえ、ナルトを指名するなんて妙といえば妙だね。 E ランク任務一つでそこまで信頼しているなんて。それにあの壺は国宝級の代物だ。万一のことがあったら、やはりもう一人護衛任務に行かせるか。ここがマダムシジミの別荘ってやつか。それにしてもちょっとでかすぎだこの家。まあいらっしゃい、待ってたわよ。わっ、早速お出ましたってばよ。ドラちゃんの敵はお世話になったわね。またよろしくね。本当なら宅の警備員に任せればいいんだけど。警備員まで雇ってんのか、おばちゃん。そうなのよ。けど休暇をあげた途端この騒ぎでしょ。至急戻ってくるように伝えたけど、もう少し時間がかかりそうなの。なるほど、その隙を盗賊が狙ってきたんだな。でもあなたみたいな優秀な忍者に守ってもらえれば安心だわ。え？それってばひょっとして俺のこと？そうよ、優秀だから指名したの。信頼してるわよ。そっかそっか、なんかやる気が出てきたってばよ。おいおい、相変わらず単純だなお前は。鹿丸、なんでお前がここにいんだよ。何言ってる。お前の任務を手伝えって五代目に言われたんだよ。めんどくせえけど俺も一緒に警備を手伝ってやら。余計なお世話、俺だけで十分だってばよ。命令なんだからしょうがねえだろ。俺だって嫌だよ、めんどくせえ。畜生、綱手のばあちゃん俺を信用してねえんだな。あ、何よこの子、もう一人来るなんて聞いてないわ。でおばさん、具体的な警備の仕方を相談したいんすけど。そうね、警備ね。別荘の蔵
を守ってちょうだい。そこに壺を隠してあるのよ。もうすぐ宅の警備員も戻ってくるわ。その間までお願いね。警備員が戻るまで持ちこたえればいいのか。しかしこれは思ったより簡単そうだってばよ。バーガ、かえって大変なんだよ。見ろよ、広すぎる。バラバラに襲われてみろ。打つ手なしだぜ。じゃあどうすんだよ、鹿丸。トラップを仕掛けて盗賊の出足をくじく。なるほど、そりゃいいアイデアだってばよ。奴らが狙うのはあの倉庫で、侵入ルートは見りゃわかるよな。ほんと、兵からだろうな。いいか、ナルト、ヤバくなったら俺に代われ。きっつい仕掛けを奴らに食らわせてやっからよ。頼んだぜ、鹿丸。クソ、なんだ、何者だお前ら。俺は渦巻きになると。壺は絶対渡さねえぞ。つうわけだ、引き返すなら今のうちだぜ。警護の忍びがどうして二人もいるんだ。話が違う。話？違うって何のことだ。まあいい、何人いようと構わねえ。邪魔する奴は始末するだけだ。やっちめえ。ナルト、俺に任せろ。トラップで勝負に出るぞ。警備員が戻ってきたってばよ。くそ、どうなってやがる。これじゃ約束が全然違うじゃないか。約束？さっきから一体何の話してんだよ。くそ、やめだ、もうやめだ。全員ここは引くぞ。ま、待て、逃げる気か。よせ、ナルト、深追いは無意味だ。盗賊を追い払ったんだから、それで十分だろうがよ。けど、あの盗賊、気になることばっか言ってたな。なんだ？あのバッチリ叫び声は。あ
ありゃ、あのおばさんの声だぜ。何なんだよ、一体。どうしてくれるのよ、ズボンが、ズボンが、この子だよ。な、バカなことがあるかよ。盗賊は全員やっつけたってばよ。それでも私見ましたのよ、蔵の中で連中が壺を割るのを。連中私を見て慌てて壺を落として割ったのよ。だからさ、敵は全員やっつけたんだって。あなた盗賊全員やっつけたって言うけど、数はちゃんと数えたの？この責任かっきりしっかりバッチリ取ってもらいますからね。無茶言うなってばよ。近丸、なんとか言ってくれよ。妙っすね、その話。もっと詳しく教えてもらえませんか。この葉隠れの里でゆっくりとね。ちょっと、私被害者ですのよ。ねえ、ちょっと聞いてますの？そもそも不自然すぎたんすよ、この依頼自体が。けど一番不自然だったのは、壺が盗まれなかったことっすね。それは、私に気づいた盗賊が慌てて手を滑らせて壊したから。悪いけど、おばさん相手に慌てる盗賊はいないっすよ。相手が本気なら、本当に壺が狙いなら、躊躇なく殺して確実に奪うはず。俺ならそうするな。ああ、それが一番確実だからな。だが奴らそれをしなかった。いや、正確にはできなかったんですよ。なぜなら、盗賊はその時蔵にはいなかったんですから。何を証拠にそんなデタラメを。逃げる時頭らしい奴が言ったんですよ。全員引くぞってね。確かに、俺も聞いたってばよ。おばさんの悲鳴が上がった時、連中は全員引き上げた後だったんだ。そうなると証言に大きな食い違いが出るな。そろそろ白状した方がいいっすよ。あれは狂言だったってね。マダムシジミ、今ならまだ笑い事で済むが、どうします？ごめんなさい。壺を割ったのはペットのトラだったとはな。けど普通するか？警備員には休暇をやって盗賊どもを雇うなんてよ。そこまでしてでもペットの罪をごまかしたかったんだろうな。けどムカつくってばよ。俺を雇った理由がよ。お利口な方だとアリバイ作りに困るのよ。か笑うんじゃねえ、しかまる。まあまあ怒るな、ナルト。今回は鹿丸に助けられただろ。そりゃそうだけど。まあそれくらいにしとけ。ご苦労だったな、二人とも。今度会ったら、あのおばちゃん、しこたま文句言ってやるってばよ。